さんの子どもたちが集まって調理したり食事をする子ども食堂では、日頃の衛生的な調理はもちろん、食物アレルギーへの対策も必要になります。食物アレルギーがある子どもたちが安全・安心に食べるためには、細心の注意が求められます。子ども食堂などで食物アレルギー事故を防ぐためにはどうしたらいいのか、できることは何かについて一緒に学んでいきましょう。まずは食物アレルギーについて説明します。食物アレルギーとは、食物を摂取した時に身体が食物に含まれるタンパク質とアレルゲンを異物として認識し、自分の体を防御するために過剰な反応を起こすことです。主な症状は、かゆみ、むくみ、じんましん、嘔吐、下痢、喘鳴などがありますが、意識障害、血圧低下、呼吸困難などのアナフィラキシーショックのような重篤な症状が現れることもあります。緊急時にはエピペンを使用し、救急車を呼びましょう。食物アレルギーは子どもの頃から見られます。症状の重さには個人差があるため、少量でも重い症状が出ることがあります。対策の一つは、医師の指導により原因となる食べ物への対応を行うことです。食物アレルギーは毎日の食事に関わる身近なことであり、重大な事故につながる可能性もありますので、誰もが正しく理解し、気を配ることが大切です。それでは、誤ってアレルゲンを含む食品を食べないための防止策について考えていきましょう。まずは、使用する食品の把握・管理についてです。表示のある食品を購入する際、食品表示を確認することで、その食品に使用されている原材料が確認できます。以前購入したものであっても、原材料が変更になっていることもありますので、毎回必ず確認しましょう。調理に使用するとき、食べるときには、原材料表示や注意喚起表示をその都度確認する習慣を身につけましょう。ところで、食物アレルギー表示にはルールがあることを知っていますか？まず、その対象範囲は、容器包装されたアレルゲンを含む加工食品と添加物に限られます。つまり、店頭で対面販売する弁当や惣菜などはあらかじめ容器包装されていないため、表示義務がありません。表示のない食品のアレルギー情報については、店舗の責任者などに聞く必要があります。また、小袋を詰め合わせた食品の場合、外装には表示義務がありますが、中身の小袋の表示は任意です。もう一つは、表示の対象となるアレルゲンが限られているということです。アレルゲンは多種確認されていますが、表示の対象となるアレルゲンはその一部に過ぎません。表示対象アレルゲンは大きく2つに分けられます。まずは、対象のアレルゲンがどちらに該当するのか確認しましょう。一つは、食品表示基準で表示が義務付けられている特定原材料。現在8品目あります。なお、くるみは令和5年3月9日に追加されたものであり、令和7年3月31日まで表示の切り替えを行うための経過措置期間が設けられています。もう一つは、通知で表示を推奨する特定原材料に準ずるもの20品目です。これらは表示が義務ではなく推奨されているものであり、表示がなくても入っている可能性がありますので、注意が必要です。事実際の食品の表示例がこちら。着目するのは赤枠で囲った原材料名です。この例ではスラッシュの前までが原材料、後ろが添加物となります。食物アレルギー表示は特定原材料などを原材料として含む旨、または食品に含まれる添加物が特定原材料などに由来する旨が原則原材料名または添加物の物質名の直後に括弧付きで表示されています。この例では特定原材料として小麦、特定原材料に準ずるものとして大豆を含んでいることがわかります。もう1点着目してほしいのが枠外の注意喚起表示です。食品を製造する際、原材料として使用していないにもかかわらず特定原材料が意図せず混入されてしまう場合があります。十分な対策を図っても混入の可能性が排除できない場合、このような注意喚起表示が行われています。次に購入した食品の保管に関する注意点です。アレルゲンを含む食品は放置せず患児の手の届かない定位置に直ちに保管しましょう。またアレルゲンの有無が誰にでも確認できるよう保管庫を色分けするなど工夫することも大切です。不安に思う食品は思い切って捨てましょう。誤食防止対策の2つ目は調理から食事までの管理についてです。流れに沿ってチェックポイントを見ていきましょう。調理前、まずは台所をチェックしましょう。チェックポイントはこちらです。調理及び盛り付け時のチェックポイントはこちら。アレルゲンの混入を防ぐため、アレルゲンを含まない食品から専用の器具等を使用して調理しましょう。食物アレルギー対応食は誰が見ても他と区別できるような色や形のものに盛り付け、ラップなどをして保管しましょう。続いて食物アレルギーに対応していない調理に取り掛かりましょう。アレルゲンを含む調理中は患児を近づけないこと、調理途中の食品を放置しないことが重要です。調理後、台所の清掃の注意点はこちら。調理後はアレルゲンを含む食品カスなどが残らないよう隅々まで清掃しましょう。食事の注意点はこちらです。誤配しないよう本人専用の食器等を使用するなど誤食しない環境を整えましょう。最後に食物アレルギー対応の手順です。まずは責任者を決めましょう。食物アレルギーがある子どもを把握しましょう。誤食防止策や事故時の対応を決めましょう。食物アレルギーに対応できない場合、対応していないことを明示することが重要です。子ども食堂など子どもへの食品の提供を考えている皆様、衛生的な調理はもちろん食物アレルギーの注意点を改めて考えていただき、あらかじめ対応方針を決めることで安全安心な体制づくりをお願いします。